札幌のファミリーホームに入居する子どもへの傷害罪などに問われた男に、札幌地裁は執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。札幌市南区の池田辰巳被告は、2月から3月にかけて自宅で運営するファミリーホームに入居していた当時12歳と5歳の男の子に対し、顔面を蹴って怪我をさせたり殴ったりした障害と暴行の罪に問われています。 札幌地裁はしつけには値せず厳しい非難が必要、しかし暴力に常習性はないとして懲役1年6ヶ月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。